中国に被害を与えてきたトノサマバッタ。中国ではトノサマバッタによる大規模な脳被害、いわゆる公害が天才の一つに数えられている。その存在は多くの資料に頻繁に見られ、地域規模で全ての食料を食い尽くしてしまう。これが民衆に与える被害は甚大なもので、菓子者が大量発生するのはもちろん、人肉を食うといった事態も多発した。 国家や地方政権に与える影響も当然大きく、それまで続いていた戦争が、勝敗、優劣に関係なく停止したり、時に民衆暴動が起こり、王朝が崩壊する場合もあった。本記事では、このような中国バッタ祭祀について解説する。中国では、昔から、バッタ災い、水災、日照り災いが三大災害の扱いを受けている。 そもそも、バッタ、の字は、農作物を襲う、バッタの散害をどう防ぐか、救うかに、高三日戸の命がかかっているというので無視変にすめらと、くとする説があるほどで、政治と公害は、密接に関わってきた。上岸西洋巻、第八、とむのを第三十にある党の大操がバッタを、飲み込んで公害を止めたという伝説にも、その関係性が現れている。 東卓の1937年の著、中国旧校誌によると、旗館大の公害は平均で8.8年起き、宋代には3.5年起き、現代には1.6年起き、民進代には2.8年起きであり、中国は、世界規模で見ても、公害を多く受けてきた地域の一つである。中国の公害のほとんどは、殿様だったによるものである。民末の農学者、 女光系は、著書、除、バッタ書の中で、政府が非常時の職を蓄えておかずに、飢餓の被害が広がったとすれば、それは、人災と言うべきものである。飢餓の主因は三つ、洪水、干ばつバッタであると述べている。干ばつの後には、公害が発生しやすく、農作物の被害を一層大きくする。古くは、院台の甲骨文にも、公害の記録が見られる。 集大の紙編死境には、着方、着、危険気候。不、不歯草、さ、その命。及びその属、無害が電池。多素有神、平炎化と、バッタの駆除の様子が歌われている。紀元前百七十五年四月、干抜と公害が起こっている。この他に、五感書志第十五には、剣務十二年、二十三年、二十八年、二十九年。 三十年、三十一年、中元元年、永平四年、十五年、長元八年、九年、永初四年、六年、七年、元初元年、二年、信光元年、永賢五年、永和元年、永孝元年、二年、永久三年、延期元年、紀平成六年、公平元年、県安二年と連綿として公害が起きた様子が綴られている。五冠の思想家、大光は、 著書、論考巻十六の中に、虫食国者、ブリショイタスと記載している。また採用は、バッタ社、在場ドンイラチのところイタスなりと実説を述べている。青春の英画4年、夕並び式畑用6州で公害が発生。当真の剣無元年にも、塚崎並び青用の5州に公害が発生したとする。北義の高文み三角の時期、水の問い。 英州で公害が発生したので、御事乗りを下し、観光を開いて、休民を救済した旨の記述がある。623年の記録として、夏にバッタが発生し、作物を食やらして、民を苦しめた。儒学者は、祭礼を怠っているから干ばつが起こり、魚介が害虫に変わったのだと主張したと書かれている。628年。 首都長安に干ばつが起こり、バッタも大発生した。上岸西洋には皇帝、大宗自身が視察を行った様子が書かれている。715年、ワイガ流域で、ハオフ風のごしというレベルで、バッタが大発生し、当時の最小の洋高氏は、弁ン州市市の芸弱水に命じて、その駆除を実施し、その量は14万国に上っている。 716年に山東諸州に公害が発生している。737年、慶州にバッタが発生したが、鳥がこれを捕食したために被害は抑えられている。784年4月、春からの大規模な干ばつで麦が枯れ、苗が育たず、館中でバッタが発生したと記録されている。八十五年は夏にバッタが発生し、東は 海から、西は、黄河の上流まで、10日以上にわたって、群れが天を追った。草木や家畜に群がり、死骸が道を塞いだと記されている。839年6月、天下日照り、バッタ食伝との記録がある。この年の前後は、公害がひどかったらしく、中国の記録ではないが、自覚大師長の、日東武法巡礼行記の改正5年の箇所には、 青州ではここ3.4年郊害が起こっている。稲子の群れが穀物をすべて食いつくし、路上足の踏み場もないなどの記録がある。907年、公領で、巨陣南寺祭への五州で、バッタが発生したが、鳥の大群がこれを皆食べたという郊害が起こっている。928年夏6月、高等で、バッタが天を覆い、昼から暗くなったという郊害が起こっている。 949年、五冠に、総州で、伐採石跡抱えそう、しかもし、チャイコワンサイノという害が起こっている。暗記大学の集会は2000年、これを人間が生態系に影響を与えたためと、説明している。960年から961年、公害が発生しており、その後も986年、992年、996年。 1016年、1034年、1098年、1165年に、公害が起こっている。南宋に、理学者としても活躍していた主規は、晩に火を焚いて、バッタを誘い込む方法を提案している。1262年をはじめに、しばしば公害が報告されている。特に1270年の被害は大きく、南京カナンモロジが襲われている。また、 1333年には長雨による黄河の氾濫、公害、干ばつといった天変地異が頻発し、そのためにクマネズミが欧州へ移動したとする説がある。また、大元聖聖国朝天章には公害予防の方法が記されており、村谷での管理や予防が共同体役場という形式で事実上義務化されていたことがわかる。開国皇帝、主元章の 漁成功領費には、与えいて無雨威張った、あぐりし里人血結色草木ためかてと、元松の公害が、社会に、大きな影響を与えた旨が記されている。1372年をはじめに、しばしば公害が報告されており、民発から1402年の、首都の天を、バッタが多い、10日間以上続いた、1434年の、漁期、三世。 三島火南に地面に数尺ものバッタが降り積もり、脳被害が起きたとの記録がある。1630年6月9日、助光景は著書、田室治章書の第三編を、助、バッタ書として対策を記し、後に、農政全書に編入された。民末の1638年には、両径、三島火南で大幹バッタ。1640年には、両径、 三島、カナン、三世、先世で大冠バッタ。1641年には、両径、三島、カナン、石膏で大冠バッタと報告されており、国力を大きく疲弊させた。1646年に、エナン、安定、乱城を、バッタが襲い、天を覆うほどであったという。1684年、チンヨシフが、ホバった公を表している。 また同じ1684年、巨剣に、数万国の虫が発生した。バッタに似ているが色が黒く、頭が鋭く、羽が長く、嫌な匂いがすると記されている。近代になったこともあり、記録も増えており、新思考には、秋、助手となり県に、バッタが侵入したが、脳被害を与える前に皆死んでしまった。夏、四季二思号の芝生や四子に、 バッタが来て地面に数寸降り積もったため、兵士が怯えた。カナンに、バッタが来たが皆すぐ死んだため被害にはならなかった。バッタが発生したため、4月までに、植物は皆枯れてしまったなどの記録がある。さらには、柳、喜び常年早バッタ過重、十二不定のと称乱、儀民随重争奪、ひひ、皆さ、夏、部群バッタ兵費、7月、バッタ樹南来。 疲弊天日、集め打外科の記録がある。1856年の公害は、公害により、鳥の数がめっきり減り、妻に売春させる男が増えた。5月に、バッタが脳を覆い、農作物を食った。暗記間北の干ばつによりバッタが発生し、農作物を食やらした。8月、昌平、境内、甲賀、順義武勇、東山で、 バッタが発生したと多くの記録がある。続いて、秋7月、バッタが戻ってきて、天を覆い、農作物に大被害を与えた嵐が発生し得て、バッタは草に止まったまま死んだとの記録がある。この寝台の公害に関しては、中国では、高所14年に帰り見彦が、縛った全方を記した。また、同じ寝代に、ホワッタ溶血という、 防除法を記した書物が現存している。日本では、奈良木の線が、下境年間における水害と公害の一例という、論文を執筆するだけの資料が残っている。1942年の河南干ばつでもバッタが、大量発生した。1958年に大躍進政策で4、外駆除運動を推奨しスズメを大量に駆除した結果、ハエ、か。 稲子、雲化などの害虫の大量発生を招いた。2005年夏には、海南省をバッタが襲っており、1平方メートルあたり350から500匹、飛来面積は220万世に上った。これは、海南省ができて、以来最悪の記録となった。そのうちの農地は100万世であり、この年の稲の収穫はほぼ絶望的となった。被害を与えたのは、 殿様バッタの一種、当はバッタであった。夏州バッタ。バッタの残民、若向こしかも六社前、海イ石織しおりの書生。千住も人となり主出礼派に拉致即秀でり、魚らへんため虫バッタ、小遺族魚、自春、大寒、麦腰、乃木胸へ、石中バッタ、夏、バッタ、当時会、西人川老、グミ日、閉店、順日不足、ところ至る。 草木の葉及び畜毛をなびきう、決意、画表枕道、大ばった平日しかも日、昼ための黒、には問い調出重足、巨剣有無死数万国、にばった、黒色、頭ええ、有志、旧の人衆、助衆となり剣秋ばったいり集会、腐食の気味な抱え草自閉、死費、西郷芝林小夏ばったペンチ、厚す寸、ん、寒平広区、先祖し抱え草教師、 カナンバッタライサカイ、カカエソウ、シカモシ、フタメサイ、キ、イタリシガツミナ、エクサツケギジカレ、ナツ、バッタマタキ、ヒカゲテンジツ、セイジュシオリ、マ、ま、タアタイドシウエ、コノハクサワタル、ヒトムシソウアイドリショク、スイヒロシペンヤ、ウリオトコイクオンナ、5月、バッタペンヤ、6月、セイ、ショクカガイカ、ヒデリ、バッタ、ダイシ、ショクカイクジン、8月、ショウヘイバッタ、 境内バッタ、甲賀、順義、武勇、登山バッタ、秋七月至り餅また返し、軍費兵費、食家王の陣、台風雨、バッタか返そうへありがとうございます。